はい、アトラスラジオ、はい、久々のお便り会。そうですね、久しぶりですね。はい、最近やってなかったですからね。はい、そうですね。これはもうみんなの声をバチッと拾わないといけませんからね。いけませんね、うん、はい、ではね、まず初っ端はですね、はいはい、アーリーさんのね、生配信をやった時にお餅をたくさん配られたというお話をされていて、うん、はいはいはい、でね、アーリーさんからお餅の写真をいただきまして、すごくね、綺麗な色のお餅大量にありますのでね、うん、紹介しようかなと思いますね。はい、こんなにあったらもうありがたみこれね、そうなんだ毎日お餅ですけどね、毎日お餅地獄じゃないですかでもね、アーリーさんいろいろと工夫してね、いろんな味。いや、俺旦那さんの立場になったら、うん、また今日もお餅買おうと思っちゃいますよ。そんなことはないです、ありがたくね、お餅。下手したら年内いっぱいお餅が続くんじゃないですか、これ。そう、年内いっぱい続いて、お正月もまたお餅。いや、もう最悪だよ、もうやめて、そんなの。そうですか、もう精神に苦痛だわ、はい、ということでね、綺麗なお餅の写真、ね、お餅カレーとかお餅シチューとかもやめてねシチューにお餅が最高とかさいいですよ、はい、ということでね、で、ね、その時にあのトミー・ケイティさんの、心霊写真たくさん紹介させていただきまして、でね、こちらあの心霊写真に見えるけど実は心霊写真ではないという、もうあらゆるパターンの写真を紹介していただきまして、ね、こちらもいろいろと勉強させていただきました。どうもありがとうございました。ね、アーリンさんもね、いろいろとね、あのたくさんの写真を鑑定していただきまして、ね、そうですね、そうですね、はい、うん、まあね、あの、まあ、トミー・ケイティちゃん、あの、はい、ちょっと落ち込んでるみたいだけど、はい、まあ、全部心霊写真じゃなかったっていう結果が出ちゃったけど、うん、はい、それでもいいじゃない、うん、お庭のパワーが出てるとかね、はい、なんか他のところが褒めてくれたこともあるし、はい、でも、うん、まあ、変な写真撮れてもこれはブレだなとか、はい、反射だなと思うように勉強していって、はい、で次からもうこういう効果な、こう、こういう変な写真が撮れても、うん、あ、これブレだなと、うん、反射だなというふうに思うようにすればいいんじゃない？あ、そうですね、うん、そう、今までね、何回か心霊写真特集をやっても、アーリーさんすごいカメラに詳しいので、いろいろとなんかレンズフレアとかブレとかすごい詳しく説明していただいてね、うん、大変勉強に。トミー・ケイティさんはね、うん、はい、あのなんかエネルギーワークとか自分でやってるじゃん、うん、はい、ああいうところにあんまり悪霊は来ないよ。ああ、そうですね、うん、悪霊が来るところってよほど荒んだところだよ、うん、はい、うん、なんかね、もう見るからにこの家庭不幸だなっていうところに行くから、うん、はい、これ心霊写真じゃなかったってことは、はい、本当に幸せなことですかね。幸せですね、なんかね、家族仲良しって感じで、お庭でバーベキューとかね、本当に羨ましいですね。そうです ね、先生もでも実はバーベキューできそうですか、お家の。うちのテラスでやるよ。テラス？テラスでやる。テラスでやったら周り近所になんか迷惑に、ね、煙がもくもくしたりとかね、うん、隣のジジイやってましたよ。ジジイとか言わないでください。あそこの駐車場で。いいです、あそこ広いですもんね、駐車場バーベキューね。あ、いいな、バーベキュー。なんかあそこら辺でゴザ引いてみんなで食ってました、はい、あ、いいじゃないですか。何食ってんだろうなと思ってはい、ということでですね、はい、あとですね、ちょっと、でね、緊急で、皆様に告知することが、10月30日、もう本当にすぐなんですけれども、はい、六本木のキュービというところで、さよならキュービアトラス、アトラスラジオ4周年記念ライブを開催します。そうなんだ、ね、キュービさんが日本大好き10周年ライブはできない、ね、日本大好きの方はちょっとメンバーさんが、ね、中澤とのスケジュール調整がつかなくてできないと、うん、はい、まあ、とりあえずアトラス4周年やろうと、はい、でキュービが最後になるから、はい、でまあ、そこで、まあ、はい、ね、2500円ぐらいで安くやっていこうと、はい、そうですね、まあ、相上ちゃんとイリスも来るからね、はい、はい、ね、ライブの方のね、会場が1時30分、開演が2時から、一応5時までぐらいの予定となっておりまして、はい、会費が2500円プラスワンドリンク、うん、で、こちら出演が山口敏太郎、ゲストに相上ちゃんとあやめイリスさん、あと、私がちょっと最後の方に出れるかなという感じですので、あと保坂さんはちょっと今連絡取ってる感じです ね。保坂さんね、アトラスラジオでいつもね、画像を載せてくださってますからね。あ、まあ、あゆみさんはあんま無理しないでくださいね。私はね、ちょっと お身内の不幸があって、ね、そうですね、はい、まあ、やることなき理由で、はい、行けたら行けますと、うん、はい、
でこちらですね、2500円の方はですね、プラスワンドリンク、プラスワンドリンクなんですけれども、こちらあの先に、入金していただくようになりますので、うん、はい、あとドリンク代は現場で払わないですね。そうですね、ドリンク代は現場で、で限定20名、うん、20、なんかね結構ね、あのこじんまりしたライブハウスですね、うん、まあ、ちっちゃいところですね、はい、で申し込みはあのトータスの方のメアドということで概要欄に載せておきます。いやもうね、うん、これはね、はい、来た人間だけ得することがいくつもあると思います来た人間、それはいつもねライブでとかね、うん、はい、あとねサイン本も発売いたしますね。あ、そうです、階段王とかね、はい、あの日本外気候とか発売しますので、はいはい、発売しますのでね、うん、はい、あとですね、なんと、先生に向かってお話ししたい不思議な話などありましたら、あのこちらご自分で読み上げて先生にツッコミを入れてもらうという、そうだね、いつもなんか私がやっている役柄をですね、お客様にやっていただこうという、うん、企画があります。まあ見るだけがいいっていう人もいるだろうからね。はい、そうですね。その人は黙って見てればいいし。はい、ライブにね来たいだけという方でも結構ですし。こんな体験であるけど、はい、ちょっと聞いてくれっていうんだったら、はいはい、まあ言ってくれと。そうですね。ぜひ俺がツッコミ入れるから。うん、そうそう。うん、どんなツッコミ入れるか、これは虫ですとかいろいろなツッコミ入れるどんなツッコミ入れるか楽しみにしてくださいね、うん、はい、はい、ということで、10月30日六本木キュービでライブを行います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではですね本文いきますね。はい、久しぶりにお読み、あ、まずですね、あのなんとゆりはなさんの鑑定を受けた感想が来てます。早速来てるの？早速来てますね。うん、あ、ゆりはなさんさ、はい、あの一体いくらっていうのやめちゃったの？あ、やめたんですよ。はい、あのビンジローの、ビンジローのせいで、あの、はい、非常、ビンジローじゃなくてあの、はい、あの一からあいつな、ああ、あの人ですね、あの書き込み、はい、感情的な、はい、単価誰も発表してないうちに書いちゃって、はい、思いっきり感じ、あの単価教えたのおめえだけだよって、はい、分かるんだよわかりますね、うん、はい、あの、はい、あのことで、はい、結構もう何体処理しても、はい、あの、うん、1万3000円やりますっていう決めちゃったもんね。はい、そうですね、もうね1件1万3000円ってことで、処理ね、あのいっぱいある方とかも多分それでねやっていただいてしまうということでですね、うん、はい、感想が、昨日ゆりはなさんの鑑定を受けました、うん、この度は、早急なご対応とても感謝いたします。ということで、この方はですね、あの予定日とか決めてたと思うんですが、ゆりはなさんが、いや、この方はちょっと早くやってあげなくてはいけないということで、急遽、はい、うん、急遽やってくださったんですね、うん、はい、ご相談の内容ですが、自分の中では考えがまとまらず、どのようにお伝えすればよいのか不安がありました、うん、でもそんな不安はすぐにかき消され、ゆりはなさんの優しいまっすぐな言葉にどんどん心が晴れていく自分がいました、うん、初めての感動でした、うん、溢れ出す涙を抑えるのに必死になっていましたが、それが心の浄化なんですね。後で感動の涙をたくさん流しました。まず事前に振り込みと鑑定内容を送っておく必要がありましたが、ちゃんと理由があるんですね。鑑定時間が20分と短いので、事前にご説明する時間を省くのと、振り込んだその時点から浄化が始まっている気がしました。いろいろなことがスムーズに動き出したのです。これは私の勘ですが、前に進む決意が私の守護霊様に伝わって、ゆりはなさんを通じて私に分かりやすくメッセージをくださったと思います。実はゆりはなさんの存在を知る前から、事前に守護霊様に私に分かる形でアドバイスをお願いしていました。すべては偶然ではない、すべてつながっていることと思います。うん、話は戻りますが、鑑定は20分という短い時間で行っていただきました、うん、先に箇条書きの質問内容を本当に大雑把にしかお伝えしていませんでしたが、それを一つ一つ丁寧に紐解いてくださいました、うん、しかし終わったら時間が過ぎていましたし、生き量を浄化していただいたのですが、1体分しか事前にお支払いをしていなかったのですが、もう1体はおまけをしてくださり、10分以上過ぎた時間もたくさんのおまけをしてくださいました。本当にありがとうございました、うん、
と、ゆりはなさんご自身の命を削って条例や鑑定をしてくださっていると思います、うん、そう考えたら鑑定料はとても安いように思えます。この前のひねくれた男とは随分違うね。全然違いますしね、うん、はい、だからね、はい、あの人もうちゃんと素直に申し上げればよかったのに、うん、あんな不平不満書くとかね、はい、山口事務所の陰謀だとかね、はい、事務所何も誘導してないってね。はい、そうなんですね、うん、はい、もしゆりはなさんの立場で自分の命を少しでも削って少ない金額で人を助けようと思うでしょうか。でも、うん、ゆりはなさんはそれを承知でしてくれたんだと思うととても感謝でいっぱいです。たびたび話が飛んですみません。鑑定内容の一部をお話しいたします。私の最大の悩みの一つである彼との関係について、また家の住み替えについてです。ずっと私の心の中で悩んでいて、気持ちが合わない、信頼できないストレスを感じていて、どうしたらいいのだろうと疑問を抱えていた心の声をちゃんと 見抜いて霊視してくださいました。私が聞く前にズバズバッと彼に対しての印象や今後についての対応についてもいっぺんに解決していただき、びっくりしました。彼の一番印象的な性格を自信満々な人ということと、全てを持っている人ですと言われ、私が彼に思っている印象を伝えていないのですが本当にその通りとびっくりいたしました。あとで本人に聞くと、手相鑑定でも同じように言われたことがあるようです。私と彼の喧嘩の原因やストレスは私が作っていることが多い、また彼は私を助けてくれていることもあるはずよとズバリ言われました。これからもお互いに一緒にいて良い人ですと霊視していただき、心から安心できた自分が大きかったのです。ゆりはなさんにおっしゃっていただいた通りで、自分でも感じていることでもありました。自分の性格上なかなか人を信用できず、彼に対して素直に受け止める心が持てなかった私でしたので、うん、私の心のドアを開いてくださったようでした。また霊視で彼についていた女性の生き量も浄化してくださいました、うん、その霊が家に取り付いていると思っていたのですが、彼についていたんだと分かり、外していただき安心しました、うん、家も引っ越さなくて良いんだと安心いたしました、うん、ちなみに私にも元彼の生き霊がついていました、うん、外してくださった瞬間から首がすっきりした感じがすぐに分かりました。また目の上が毎日モヤモヤして眠たさが取れず、病院でも検査の結果異常はありません。それらも取り除き、視界がクリアになった感じがして、前向きな気持ちがどんどん大きくなりました。こんなにも気持ちが晴れてくるなんて本当に不思議です。その後鑑定していただいた夜に彼に一連の流れをすべて話し、ゆりはなさんがおっしゃってくださった言葉もそのまま伝えました。彼はそれを聞いてほっとした顔で笑ってくれました。私の閉ざしていた心の扉がようやく開かれたようで、私も心からほっとできた瞬間でした。私の居場所はここで良いんだと、今後も、はい、今後も自分の心の軸がずれてしまった時にはまたゆりはなさんにご相談させていただきたいと思っております、うん、とても感謝いたしております。ありがとうございました。私と同じように何かに悩んで前に進めない方や、ゆりはなさんへのご相談をしようかどうか迷われている方々に少しでも前に進める勇気が持てますように、皆様にお知らせしたかったのでメールをさせていただきました。文章が苦手で皆様に伝わるか分かりませんが、最後までお読みくださりありがとうございました。ペンネームビビちゃんでお願いいたします。ビビちゃん、はい、はい、ゆりはな様、山口敏太郎様、タートルカンパニーの皆様、お世話になりありがとうございました。これからも番組頑張ってください。楽しみに見ています。周りの人たちにも宣伝してますし、不思議な話をたまにしてくれる母にも教えてあげています。大した体験ではありませんが、たまにポロッという母の話を今度メールでお伝えいたしますね。ありがとうございました。ということでですね、ちょっと今読んでるうちに、うん、このなんか、早急にやってほしい人という方とはちょっと違う方ということが判明いたしまして、すみません。で、そうですね、相談内容によってはもうゆりはなさんがですね、この方は早くやった方がいいという方は早めにやっていただいておりますので、うん、はい、ということでね、感謝のお便り来ました。
なるほどね。はい、うん、はい、よかったですね。あの結構ねご病気の方とかの申し込みが多いんですけれども、うん、ね、こういうなんか生活の面での、ね、悩みとかもあの相談していただければと思います。ね、恋愛とかね、はい、そういう家族関係とか多いよね。あ、そうですね。はい、ということで、ね、ゆりはなさんの、 あの申し込みのやり方がちょっと変わりましたので、こちらの方もね載せておきますね。はい、ということでありがとうございました。はい、次がですね、はい、タイトルがしゃべるエレクトーン。何ですか？山口敏太郎先生、てる様、太郎ちゃん、アイムさん、リエさん、キャスパー沢口さん、他タートルカンパニーの皆様、こんにちは。ココペリです。ココペリさん。喋るエレクトーン。喋るエレクトーン。うん、はい。ですね、あ、まず、アイムさん、ご朱印ありがとうございます。ということで、ちょっと申し込みすぎてたけど、ご朱印があったので、送りました。ね、で、うん、感謝、感謝。ん、感謝感激雨あられですと。さらに青森はいかがでしたか、うん、私も十和田湖にはもう一度行ってみたいです。以前行った時にはあまりの寒さにさらっと湖面を見て、あとはお土産屋さんのヒーターで温まっていた記憶しかないです。ね、十和田湖ちょっと紅葉には早かったけど素敵なとこでしたね。それでね、私たちあのボートのなんか結構スピードが出て、もう風がビュンビュン来て寒かったですけれども、とてもね楽しかったですね。はい、さて本題です。私が子供の頃にうちにエレクトーンがありました。ある日、多分父親がいたので休みの日だったと思うのですが、エレクトーンを弾くと低音のキーを押すと、なんと英語が聞こえてきました。確か父親に、なんかエレクトーンが喋ってるよって叫んだ気がします。信じてもらえなかったんですが、聞いてみてよと、あるキーを押すと英語が聞こえてきました。多分当時父親が見ていたテレビの声が録音されたんだと思うのですが、それにしてもなぜ録音されたのかが不思議でした。その後エレクトーンは修理してもらい直りました。子供の頃に体験した他の話もありますので、またメールします。ロシアの動きが気になり自暴自棄になりそうです。うん、自暴自棄にならないで頑張ってね、生活してみてくださいね。さてこれ、エレクトーンになんか録音する機能とかってありますかね。あったかな。そういうね、普通は録音機能はねないような気がするんですよね。でもあったような気がするよ。そうですか。なんか演奏したのがそのまま録音されるっていうのが、うん、ああなるほどね、あったような気がするんだけどな、うん、はい、でもそれはなんかなんていうか鍵盤のキーとかでね、うん、できましたかね。ちょっと不思議なお話ですね。採算取れないかな。はい、採算取れないから生産中止になったかもしれない。エレクトーンですか。あ、うん、そういう風なことも、はい、生演奏してそのまま録音っていうのが、ね、はい、あったような気がするんだよね。へえ、じゃあそれでちょっとね英語の会話とかが録音されちゃったんですかね、うん、はい、ということでちょっと不思議なお話でしたね。はい、ココピリさんどうもありがとうございました。おめす。はい、次がですね、はい、茨城のケンさんからお便りが来てますね。再び、はい、うん、タイトルがね、今度ひふみしんじ解読マニアの茨城のケンです。はい、ひつきしんじではなくひふみしんじが正しいのだの回ではお世話になりました。ということでね、投稿ありましたね。うん、そうだね。はい、ね、はい、最近11月核戦争や東京大洪水などの話題がありましたが、予言解読マニアとして意見を述べさせていただきたいと思います。うん、私はノストラダムスの大予言をガチで信じていた世代でして、当たらなかった原因を追求したら、各研究者による日本語の原文が信用できないとの結論に達し、フランス語の原文から書生記、予兆、セザールの手紙、アンリの手紙など日本語に起こしたことがあります。おー、 おー、すごいですね。一時起こしたんだね。はい、ノストラダムスの予言では欧州核戦争に至る経過がかなり詳細に描かれており、イスラム教 vs キリスト教の中東 vs 欧州の戦いとなり、イランとリビア vs、フランスとイタリアが中心となります。
そしてフランスが負け込み、第2の都市リヨン陥落が迫るとき、フランスは起死回生策として核兵器を使用。イスラムも核報復を実施し、史上初の核戦争が勃発。そしてイギリスとロシアも再報復を実施し、アメリカは思いとどまり、全面核戦争は回避という経過が予言されています。よって今年の11月に核戦争が起こることはないと思います。ほう、なるほど、ね、そういうふうに書かれていると。はい、被爆地核弾頭数、7月14日のフランス革命記念日、夜に実施など分かりますが、日時は判明するのに、どうあがいても年度だけは分かりませんでした。それで一二三神事にたどり着いたわけです。ノストラダムスがフランスに生まれたのは、フランスが核戦争を勃発させるからで、一二三神事のとどめの予言が日本に降ろされたのも、救世主が日本に生まれるからで、気まぐれで予言があるとは思えません。欧州核戦争後3年7ヶ月の平和を経て、再び、戦運が立ち込めるのはノストラダムスに書かれていますが、逆算できる基準の年がなかったのでお手上げでした。ひふみ神事では、なんだこれ、トラ、あ、牛虎じゃなくて、なんとか鳥な、あ、ちょっとダメだ、の年の2041年が週末と判明し、日本は3年の苦しみを経るので、2041年5月から3年7ヶ月、イコール、あ、違うな、これは、2041年5月引く3年、引く3年7ヶ月、イコール、34年10月頃に欧州核戦争の停戦が決まると予想されます。そして2038年、世界的な凶作により、米国は食糧禁輸を実施、反米から左派政権成立、左翼独裁と右派の巻き返しにより国内内戦、8カ国の停戦監視団を受け入れたら、ロシアが真鍮を占領に移行、すでに封印が解けた核攻撃で東京を壊滅して、日本側の交渉当事者をなくす、アメリカも日本を舞台にしてロシアと代理戦争、ロシアの真の目的はアメリカの注意を太平洋に向けさせ、大西洋からワシントンをいきなりの核攻撃で奇襲して一方的に勝利を目論む。しかしアメリカの全面報復、地球滅亡を前に、ミカエルがバビロンを成敗、人類滅亡を阻止、時を同じくしてポールシフトが起こり、大陸浮上の地殻変動レベルの天変地異が発生、7階まで達する津波や核魚雷など話にならないレベルの津波や洪水の発生につながります。これは、災いではなく、放射能を洗い流し埋没する地球の大掃除、掘り尽くした地下資源のリセットなど、弥勒世に向かう神からのプレゼントです。ノストラダムスの翻訳と解読したのは20年余り前、読解力も未熟だし、当時は中国は弱小だったので考慮する必要もなく、だいぶ予想と違うと思いますが、近日中の核戦争と大津波はないと思いますので、ご参考までに。今日のウクライナ関連ではプーチン大統領かは分かりませんが、ロシアで夜間に軍部のクーデターが起こると、次期大統領が一か八かの欧州戦争を起こします。またウクライナはロシア連邦に戻るので、ウクライナとロシアが戦争しているうちは世界大戦には至らないはずです。欧州戦争直前、 NATO はハンガリーに進駐してロシアを牽制する予言があり、ハンガリーと国境を接するのもウクライナです。なるほどですね。先生いかがでしょうか。なんかすごく詳しくてですね、はい、ですので近日中の核戦争と大津波はないというふうに、ないと断言していいのかな。はい、どうでしょう。警戒は、はい、するに越したことはないと思うんだけど、そうですね、はい、まだ油断はできないですね。はい、一応ね、備えはしておくに越したことが、ひふみ神事について、はい、検査のオリジナルの説を、はい、
ちょっと発表してよ、それスポーツで。ケンさん、今度インタビューに、ね、うん、そうやね、答えていただきまして、なんかすごく詳しく、ね、載っていますね。はい、ということで、ちょっと、まあ、一安心と言ってはあれですけれども、ね、ということでね、核戦争はないかなと。という感じですか。ですね。はい、どうも茨城のケンさん、ありがとうございました。はい、という感じでね。ツイッターにも来てますよ、ちょっと。来てますか、はい。一部、面白いわ、可愛いだけ。はい。スカイさんがね、はい、この前インタビューに、あ、スカイさん、はい、出てもらったスカイさんが言い忘れたことがあるっていう、これ、はい、これ、うん、はい、ね、スカイさん、話し忘れた話があります、うん、先ほど無人の UFO に乗ったアメリカ人、詳しくはカナダ人のオスカー・マゴッチ著者ですが、彼はチベットへ行く前にピラミッドへ行きたいと思ったら UFO の中に地図が現れて、声に出してエジプトのピラミッドへ行きたいと言ったら、そこへ向けて飛んでいきました、うん、ギザのピラミッドの上空に差し掛かると真上で対空していて、ちょうど12時くらいのお昼の時間帯で、太陽の光とピラミッドの先端とまっすぐ線を描くようにつながれる真ん中に UFO が入ると、15分くらいの間、まるでエネルギーを補充しているようなモードになったそうです。15分でエネルギー満タンになったそうです。ピラミッドの使い道の一つは UFO などの乗り物のエネルギー補給だということが分かりました。ピラミッドの謎が一つ解けたと思いました。へえ、そうなんですかね、すごいですね。で、竹内文書の古代天皇が乗った天の浮き船と言われる UFO みたいなものですが、これで世界中を回ったと言われていますが、日本にも世界にもピラミッド型の山が多数ありまして、こういうところで補給したのかもしれないですね。そうだね、はい、それではありがとうございました。うーん、おー、そういうことなんでしょうかね。そういうところをね、はい、あの読んだのを教えてなかったと、はい、あ、なるほど、はい、こういうのがあるんだよって教えたいみたいなね、はい、うん、はい、ということでね、まあ、そうですね、はい、まあ、あのスカイさんじゃなくて、あの、ね、ケンさんにはいずれ、はい、ね、はい、来週か再来週ぐらい出てもらいましょうよ、はい、あ、出てもらいたいですね、ケンさん、ね、はい、はい、はい、ということでね、ちょっとまず1回目はこの辺ですね、終わり終わり、はい、また明日に続く続くね、はい。